ついのなこです。私は中学生の頃から自分は絶対にミス ID と縁がある人間だと思って生きてきました。可愛いものが好きで、キラキラしたものが好きで、女の子という生き物が好きで、アイドルが好きでアイドルになりました。だけど自分の魅力はみんなに見せているキラキラしている自分以外にあると思っています。自分に自信はないけど、可愛いに対する執着心は誰にも負けない自信があります。生まれ変わったら私みたいな女の子になりたいとか、そんなことを思ってもらえるような女の子になりたいです。頑張ります。よろしくお願いします。